中年オタッキーです。今回はね、ニコン FA の紹介をする動画を作る予定だったんですが、ちょっといただき物とかいろいろ来ましたので、そちらを紹介することになります。視聴者様のいただき物とね、ちょっと企業様からね、提供していただいた、露出系をちょっと提供していただいたんですけども、そちらの紹介になっていきます。それでは動画スタート。はい、まずはね、視聴者様の今枝さんから提供いただいた品物になります。実はね、フィルム現像をね、受けているんですけどもね、その時についでに送ってもらったっていう形になるんですが、初めて見ますね、これ。カレー系のお菓子みたいですけど、名古屋市港区の若鳩製菓。この系統結構ね、マニアックなお菓子ということで美味しい感じですね。で、こちら、シルコサンド。シルコサンド。小豆が入ってるんだろうな。うん。小豆あんって書いてあります。リンゴジャムも使ってあるっぽいですね。こちら、松永製菓。なんか聞いたことあるね。愛知県小牧市のお菓子屋さんということで、ありがとうございます。お菓子結構食べながら走るんで、助かります。でね、はい。これね、コダックのダイナ EX。カラースライドフィルムということで、これリバーサルフィルムになりますね。期限切れのリバーサルが出てきたので送りますということなんですけども、2003年で期限切れになっております。果たして絵が出るかどうかなんですけども、クロスプロセス現像をね、やってみたいと思っていたんで、それにちょっと使わせてもらおうと思います。今枝さん、ありがとうございます。で、ここからがね、本題っていうか、これね、アスターホリって読むんですかね。はい、露出系をね、テストしてほしいということでね、送られてきました。これね、ちょっと中を開けるとね、説明書が入っておりまして、で、こんな感じなんですね。ピント合わねえか。うん、こんな感じで、まあ、もっとでかいものと思ってたんですが、非常にちっこい露出系と、あとこれね、最近流行るのこれ C っていう、タイプ C っていう充電タイプになりますね。あと、六角レンチが入ってます。これ六角レンチはどうやらね、マウント位置を変えるために使われるようなものになっていますね。で、ちょっと袋を開けますけど。はい、出てきました。これもね、見たことある人多分いると思うんですよ。マキーナさんとかのね、チャンネルでも紹介されてます。で、さっきの六角レンチはこの底に使うんですね。よいしょ。この六角レンチで3本のネジを緩めて、このフラッシュターミナルにつけるこの台をね、台の位置を左右に動かすことができるということです。で、使い方はね、マキリナさんも紹介してましたけど、これ基本的にね、はい。まあ、こんな感じでね、数値が出るんですけども、このボタンはね、このちっちゃいボタンとダイヤルしかないんですね。で、今ね、絞り値の方になってますが、この絞り値の状態でダイヤルを回すと現在の絞り値が調整できると。で、このボタンをね、2回ポンポンと押すと、シャッタースピードの方に移動しますね。で、またポンポンと押すと、絞り値の方に移動します。ほんで、1回押した後長押しすると、ISO の方に移動すると。これがあんまなかなか移動しないんですけど、ちょっと待ったら移動するような感じなんですよね。うん、移動しましたね。これで ISO を調整すると。で、ISO を調整し終わったら、もう一遍ポンってボタンを押したら、絞りの方に戻ります。まあ、多分ですけど、絞りの、絞り優先的な考え方だと、この絞り値ばっかり使うことになると思うんですね。で、今回はね、この露出系をテストするために、このカメラを持ってきました。はい、ニコン S2 ちゃんですね。似合うと思うんですね、これね。ちょっとね、クラシカルなデザインです。
よいしょ。ああ、似合うねー。似合うとは思いません？超似合う。まあ、おたきはね、露出系実は使わないんですよ。だからこの手の商品、初めてなんですけど、最初は断ろうと一瞬思ったんですけどね、お話が来た時にね、おたきは露出系使わないんで、でも当チャンネルで、その体幹露出を体得した人ってのは、そんなにいないんじゃないかなと思って、じゃあ視聴者さんのためにテストしようと思ったんですよ。で、今回はこのニコン S2 に、コダック WX を装填して、この露出系の数値通りにね、ちょっと一本撮ってみようと思いました。さて、まあ夜のパーキングに来たわけなんですが、今絞り4だね。これ4だと20分の1ということか。なぜ ISO250 なんで体感露出は効きません。ここはどうだ、25分の1。絞りをもっと開けてみよう。 2.8 で30分の1。これで30分の1だね。うん。で、ピントを合わせて。どう考えても30分の1じゃねえな。これか。なるほど。これがつくとスローシャッター切りにくくなるんだな。30分の1。よっ、再度チャレンジ。30分の1だね。どうでもいいけど、めちゃくちゃ怪しい人だな。中に入るとかなり明るいぞ。中に入ったら250分の1と表示されているようです。結構コロコロ変わるね。200から500の間をコロコロいってますね。
夜は難しいのかな。は撮ってみよう。もっと早い方がいい。これ2.8 だから4にしてみよう。うん、 F4 で250分の1ぐらいだな。もうちょっと離れないと取れない。ここだと80分の1になっちゃう。今一番近い値で60分の1。80分の1になってるね。ここはなんと表示されたろう。10分の1か。1.4 だから125分の1と表示されるぞ。本当かな。多分何かの光に影響されてるね。撮ってみよう。125分の1だな。80分の1まで落ちた。やっぱりなんか直射光に影響されてたな。うん、60分の1っていう感じ。まあこんな感じじゃないでしょうか。まあそんなわけでこの組み合わせで数枚ちょっと今撮ってきましたけど、まあ結局はね、昔よくあったレンジファインダーカメラの外部露出系と同じノリなんですね。まあたまたまここにねオリンパス35ECR ありますけど、ここにね CDS の最高窓があるんですよ。これとこのアスターホリさんの AH-M1 っていうこの露出系は、この前に穴が開いてるんですが、ここから採光してるわけです。だから、例えば太陽光がここに直接当たったりするともう露出がぐちゃぐちゃになっちゃうわけですね。で、今夜撮りましたけど、その夜間照明とかがこいつに直撃すると、その影響を受けてもう出目が高めになってしまいます。だからそういう時はそのね、光を回避して被写体の光を測らなければいけないことになりますが、
まあ、あの、一番最後の写真撮ったんですけどね、屋外でベンチの写真を撮ったんですが、まあ、この写真はね、この動画には出てきませんけど、その、あまりね、その、強い光源がないところで撮る感じでは、オタッキーの体感露出と数値は一致してました。結構信頼できると思います。使い方次第ですね。直射光が入らないように、この穴に、すると。そうすると結構正確な数字が出るんじゃないかなと思います。で、これはね、ちょっと今24枚撮りのダブル X を想定しました。250で撮ってます。250で撮ってね、後日撮影結果がどうだったのかっていう、また動画作りますので、参考までということで。ちなみにね、もう欲しいわと思った人は、今回の説明欄の方にリンクを貼ってあります。で、Amazon のね、10% 引きのね、コードもね、送っていただきましたんで、7月7日ぐらいまで有効だと思うんですけども、10% 引きでこれ、アスターホリの、AHM-1。なんかね、ASM-1 みたいな、ASM-1 自衛隊の対艦ミサイルですけど、ちょっと名前似てますが。まあ、1万1000円ぐらいで Amazon に出てるんで、10% 引きを利用すれば1万円ぐらいで買えるんじゃないでしょうか。で、これね、簡単にこの、ホットシューからね、取り外して使えるんで、ちょっと高いなって思う方もいるかもしれませんけど、これ1個で使い回せるってことを考えたら、すべてのカメラでこの露出計が使えると。で、慣れてしまえばね、この露出計の出目を参考に写真を撮って、結構安定した結果につながるということを考えると、これ安い買い物なのかもしれません。まあ、露出に悩む、子羊たちを。ぜひ、アスタホリの AHM-1 をということですね。はい、そんなわけで今後もこの露出系の情報はね、追加していく予定になっておりますので、また参考までにということですね。はい、今日の動画はこんな感じで、お菓子の贈り物と、露出系の紹介でした。はい、ここからはいつもの作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今回もね、レベルの高い作品がたくさん来ております。とりあえずトップバッターはジョンさんですね。オタッキーさん、こんにちは。作品投稿のストックがなくなったとのことで、少し前の写真で申し訳ないですが、投稿させていただきます。カメラはコニカオートレックス、レンズはタムロン 3570F3.5、 フィルムはスペリアプレミアム400、ハーフで撮影しました。タイトルは夕方の大雲通りです。肉眼では少し綺麗な紫がかった空だったのですが、夕焼けを綺麗に撮るコツがありましたらご教示いただければ幸いです。これからも動画楽しみにしております。ご自愛くださいということですね。で、作品なんですけどもね、確かにこれね、夕焼けの色ほとんど映ってないんですよ。これは露出がオーバーなんですね。空に合わせると街並みは潰れると思います。そんなわけでもっと絞ったらいいんですね。ちなみに大久保って言ったら、最近ね、女の子が売春、立ちんぼで売春してる動画がバンバン上がってますけど、なんかそっちのイメージが頭からこびりついて離れないオタッキーであります。行きたいとか言うわけじゃないですよ。そんなわけで、ジョンさん投稿ありがとうございます。次は親父猫さんの投稿ですね。オタッキーさん、視聴者のみさん、こんにちは。親父猫です。しばらくぶりの投稿です。最近は雨の日が多く、なかなか写真が撮りすぎません。たくさんのカメラにフィルムを通しすぎて回転率が悪くなっているのも理由の一つですが、オタッキーと同じですね。普段は愛猫の、写真や近所を散歩して写真を撮ることが多いですが、スタイリッシュな写真を撮ってみたくて市街地に行ってきました。1枚目のタイトルはティファニー。2枚目のタイトルはモンクレール。直球です。ほんと直球ですよ、これ。カメラは富士カ ST801、EBC 富士の 55mmF1.4。富士フィルムネオパンアクロス2、オール富士フィルムの構成です。たまたまということですね。で、作品なんですけど、おしゃれですね。1枚目はちょっとね、露出がオーバー気味なんですけども、それが良かったのかな。非常にね、淡白に映ってるのが良い感じですね。で、2枚目の方はほぼ、正常露出になっておりますが、どちらもね、非常にいいですが、1枚目に対してね、2枚目のモンクレールは構図がやや左寄りだったような気もしますね。これはもう真ん中構図、日の丸構図で良かったんだと思います。親父猫さん、投稿ありがとうございます。次はね、煮詰まりジャムさんの投稿ですね。いつも動画アップお疲れ様です。今回はビジョン3で試写したものを1枚お送りします。タイトルはユイです。
被写体は埼玉県農林公園内に植わっていたグミの木かと思います。機材はニコン F5、AF ニッコール3570、フィルムはもちろんオタックビジョン3、現像はマリックスさんの C41 キットにレムジェット剥がしや100均のセスキ炭酸ソーダを使用しました。ほう。現像は2回目ですが、きちんと色も出てくれて嬉しいです。常用フィルムして活用していきたいと思います。ありがとうございます。でね、作品なんですけど、これがいい色出てますね。やっぱこのフィルムいいですね。相当拡大してもね、流浄感ないんだな。これで400ですよ。色もいいし、流浄感もやっぱ高いフィルムは違うんですね。まあ、オタッキーから買えば970円ですが、リズマリシャムさん投稿ありがとうございます。ビジョン3の投稿は1号かな？第1号かな？次はモンタロウさんの投稿ですね。いつもお仕事お疲れ様です。作品投稿します。タイトルはアジサイでお願いします。カメラはニコン F501、レンズは AI ニッコール 20mmF3.5、フィルムフォーマパン200を使いました。アジサイは花が大きくピントをどこに合わせていいかを難しく感じていましたが、広角だと被写界深度が深く全体的にピントが合うことにピンときて、持ち出して撮影してみました。なるほど。最近は仕事が忙しく、写真を撮る気にあまり慣れず、そうこうしているうちに梅雨になってしまいました。今年の梅雨前から台風来ており、夏の天気が心配です。巷では風が流行っているようですので、お体ご自愛くださいということで作品なんですけどもね、露出が非常にいい感じ、これ非常に秀逸な作品になっております。手前の方が潰れそうで潰れてないギリギリで救えてるんですね。ラチチュードに収まっております。で、後ろの方がちゃんと光が入ってるんですね。なかなかバランスのいい作品になってると思います。花をモノクロで撮るのは非常に難しいですが、これはうまくまとまってると思いますね。モンタラさん投稿ありがとうございます。次はサムライジャパンさん。前回に続いて2回目。前回に続いての紹介ですね。いかに投稿が少ないかわかりますが。地震もあったり急な雨もあったりで、変わりやすい天気が続きます。2枚投稿します。1枚目タイトルは日暮れ前の空気感。ペンタックス SP、 レンズは SMC タクマン 17mmF4、 フィルムマリックス100での撮影。2枚目は久しぶりにミラーレスで、タイトルは与一神社で花手水。カメラはペンタックス K01、 レンズは前回 SP でも使ったスーパータクマン 35mmF3.5。 意外と花撮りにもほどほどにボケて、このミラーレスに相性がいいと思っていますという作品なんですけどね、1枚目はね、ちょっと色転びしてるのかな。これ黄色っぽく海が光ってますね。本来は赤に光ってるのかな。17ミリで撮ったのがめちゃくちゃ効いてて印象的な作品になっております。で、2枚目がね、結構ボケてる35ミリなんですが、APS-C センサーなのかな、このカメラで、結構ねボケた感じ映ってるんです。またっきもね、この 35mmF3.5 持ってるんですけどね、 35mm の割には被写界深度が浅いレンズになります。まあ、ボケが生きるペンタックスレンズということで、なかなかいい具合に映っております。はい、サムライジャパンさん投稿ありがとうございます。で、タイトル画面なんですがね、めちゃくちゃに迷っておりますね。ジョンさんの作品ですね。ジョンさんの作品ね、夕焼けの色は映ってないんですが、街角が結構綺麗に映っております。親父猫さんの作品1枚目。煮詰まりジャムさんの作品もいいですね。モンタロウさんの作品もこれいいんだな。で、サムライジャパンさん1枚目も2枚目もいいんだな。すごく迷っております。5人とも候補に上がっちゃったよ。でも今回はやっぱこれかな。親父猫さんの1枚目。ティファニー。ティファニーの看板の前はね、行き交う人たちの慌ただしい様子で、ちょっと露出オーバーなのがね、淡白に映ってる、これが効いてるかなということで、この作品行こうと思います。親父猫さん、タイトル画面ゲットおめでとうございます。今日の、作品投稿のコーナーはここまで。ここからは俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はタコ丸さんの俺のカメラですね。おはこんばんちは、タコ丸です。先日仕事でお世話になっているグラフィックデザインの先生に M42 のいらないレンズ、ね、ないっすかなぁとおねだりしてみたら、その数日後タクマの 135mm があったよと返事。
早速それを頂戴しに訪ねたら、これもあげるよと、富士家 ST701 と富士ノン 55mmFE ってやつ、おまけに接写リングと期限切れフィルムをどっさりもらっちゃいました。カメラモルト劣化と露出系が不安定なぐらいで、おおむね動作は良好。レンズは2本とも綺麗でなかなかの品物でした。簡単に清掃、整備をして試写してきましたので、作例とともに投稿させていただきますね。俺のカメラの写真の、撮影機材。ニコン D750、AFS2-85mmF1.8G。作例の使用機材は、富士家 ST701、マリックス100D。レンズは作例1、2が、富士の 55mm1.8。作例3、4はスーパーマルチコーテとタクマ 135mmF3.5。ということになりますね。で、作品なんですけどね。これもらったんですか？なかなかですね。これちょっとタイトル画面行きましょうかね。タイトル画面ちょっと変わったばっかりですが、これ構図が面白いんですよね。右側が光がよく多くて、左側がシャドウになってて、まあ、光の境界線を作ってる印象的な作品になっております。で、作例がまたこれすごいんだな。フレアとね、ゴースト、ものすごいバランスですね。映りはね、いらない光が入ってなければかなり秀逸だと思います。色目的にはちょっと淡白になるのかな。そんな感じでね、135mm の方がちょっと淡白に見えますね。EBC 富士のやっぱいい感じなんだな。投稿ありがとうございます。またタイトル画面ゲット。おめでとうございます。そんなわけでね、今日の動画は終わっていきます。いかがだったでしょうか？ちょっとね、結構疲れてるんですけども、まあ、頑張って動画を作っていきました。あとね、長距離の仕事をやっておりますが、また短距離の仕事に移ることになりました。動画作成が非常に難しくなりまして、まあ、先週のライブでちょっと言ってましたけどね、月曜日曜ライブは繰り返すということを言ってましたが、下の根も乾かないうちにこの状況が変わってしまいました。ライブいつやるかな、難しくなるんですけどもね。まあ、またね、2、3週間で長距離に戻るような気もしなくもないですが、ずっと近距離だったらちょっと動画作成苦しくなるかもしれません。そんなわけでね、ちょっと頑張って、動画作成していきますので、まあ、応援の、いいね、ポチッとよろしくお願いします。あと、チャンネル登録ね、通常のモードに戻ってきてますね。だいたい月70名ぐらいの増加に戻っております。チャンネル登録まだの方、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。1万名を目指して頑張っております。で、コメントの方なんですけど、コメントたくさん入ってきておりまして、コメントがたくさん入ってきているおかげで、動画がシェアされやすくなっております。皆様何か感じたこととかありましたら、ぜひコメントを書いて、応援してください。そんなわけでね、今日の動画はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまたごきげんよう。さよなら。